本日15時40分から東京都府中市東京競馬場にて G1 レースである日本ダービーが行われます。2018年生まれのサラブレッド7398頭の頂点が決まるそうです。芝 2400m の馬場状態が気になります。さあではですね、この時間のお天気を確認していきましょう。まずは天気図からご覧ください。こちら天気図を見ていきますと、梅雨前線の影響は少ない見込みです。良馬場となりそうですね。ただ天気の急変には注意となります。ではまず現在のお天気から確認していきましょう。現在関東の北部を中心に雨足強まっているところがあります。ただその他のエリアでは日差しが届いているところも多いようです。この後のお天気、雨雲の様子で見ていきましょう。府中市周辺15時の雨雲の予想では雨雲かかっておりませんが、こういった西部の雲がかかると雨の降る可能性があるので注意が必要です。雨の降り出すタイミングはレースに近いということで、馬場の状態に影響はそこまでありません。4連勝で皐月賞を取ったエフフォーリア号が去年のコントレール号に続いて無敗の2冠馬となるのか、天気と同様に嵐を引き起こす馬が現れるのか注目となりそうです。発送までこまめに最新の情報を確認してください。以上、東京競馬場のピンポイント天気をお伝えしていきました。